演武開演。どうも、本日はこちら、菓子庵丸京というメーカーさんのふんわりどら焼きを食べたいと思います。オリジナルの粒あん、さらにどら焼きカステラって書いてますけど、なんでわざわざカステラをと思ってないんですかね。準備その名の通り、見た目もちょっとどら焼きっぽくないですね。どら焼きってもうちょっと表面が焼いてある印象があるんですが、まあローソンとかでもどら焼きっていうのかなっていうようなものが出てきてますので、こういうのがあってもいいのかもしれません。ではまず中身とご対面。おー、あんこはしっかり入ってますね。触った感触はちょっとふんわりしていますね。確かに。ではいただきます。これぞどら焼きというどら焼きですね。シンプルで美味しいです。こちらのこだわりに書かれている柔らかさ、あっさりとした甘さ、本当にその通りでした。生地はふんわりしっとりしていて、口の中で程よくとろけていき、あんこはそのさっぱりとした甘さを口の中に広げてくれました。いわゆる変わり種どら焼きのような意表をついたものはありませんが、それより安心できる美味しさだったので、こちらの点数とさせていただきました。それで林間学校合上パリかな、風吹いて風の中で何をやっているのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演武閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。